文春文庫は株式会社文芸春秋が発行している文庫レーベル。毎月の刊行が新潮文庫と同様に多い。文芸春秋は従来文庫レーベルを持たず作品再刊時には他社の文庫に収録されてしまっており、その対策として同様の事情で創刊した高段者文庫や中高文庫に少し遅れて1974年に創刊。 相関ラインナップは、五木博之、青年は荒野を目指す、北森を、怪盗地箱、柴田翔、されど我らが日々、石川達造、花の浮草、井上康史、おろし屋、国よ夢丹、柴良太郎、最後の将軍、松本清張、象の白屋小林秀夫、考えるヒント、畑正則、ムツゴロウの青春期、ジェアダムソン、藤原英二役、 野生のエルザの10点当初から五木博之、松本清張、井上康史、芝良太郎、永井美智子といった人気作家の作品を収録している。創刊当時は髪の質が悪く、新品でも早くに変色しやすかった。これは当時、オイルショックの影響で、良質の髪の確保ができなかったので、電話帳の紙を使ったためであった。この状況は、数年後に解消された。 ノンフィクションに強い文庫という自負のもと、毎月多くの作品を収めている。小説では、池波翔太郎、鬼平犯課長、平岩弓江、御宿川瀬美、シリーズ、宮城谷正光の主要作品でも知られる。海外エンターテイメント文学の翻訳作品を毎月数点文庫化しており、特にスティーブン・キング・ジェフリー・ディーバーのラインナップが際立っている。初翻訳作品も多く、 その中の一つであるピエールルメートル、その女アレックスは55万部を超えるヒット作となっている。ありがとうございます。